でよくなんか免許証落とすってやばいっていうの聞くんですけど、これ何がやばいのか、まあ、まずこの免許証でできることって結構あって、まあ、免許証っていうのは身分証明書としても利用できるんで銀行口座を作れるんですよ。こうやって作られた預金口座っていうのが普通に使われるんじゃなくて、振り込め詐欺とか、まあ、マネーロンダリング資金洗浄とか、あと闇金の受け子とかですよね。こういった違法の闇金の回収用の口座として利用されるっていうことが非常に多いです。実際に事件も起きてますね。まあ、あとはクレジットカードの発行とか携帯電話の契約とかで、これ実際の事例で新しい携帯を契約しようと思ってショップに行ったら、まあ、契約ができませんって言われて、そこからあの CIC の信用情報ってあるんですよ。過去にクレジットカードを滞納したかどうかっていうね、そこ見てもらったら数年前に身に覚えのない携帯の契約をしてて滞納履歴が残ってたみたいなことが実際にあって、そうなるまで気づかないっていうのがあるんですね。しかもこの契約の携帯でタチが悪いのって、過去の契約で滞納があった場合ですね、普通なら免許を紛失した人が被害者なんですけど、これ携帯会社が被害者として扱われるんで、肝心の本人っていうのはまず被害届が出せないんですよ。こういった意味わかんないケースがあるんですよ。でまあこうした偽造の免許証が悪用されていくっていう犯罪が多くなったんで、そこでできたのが2007年から始まった IC チップが埋め込まれた免許証の導入なんですね。でこの IC チップの意味って、まあ、偽造防止もあるんですけど、でも実際 100% 防げるかってそうじゃないんですけど、ただ偽造しようとしたらこの IC チップまで偽造しないといけないんで、以前と比べ物にならないぐらい技術もコストもかかるんですよ。だからもう結局悪用するメリットがないということで、どんどん悪用が下がっていってるってことなんですね。とはいえですね、なくしてまあいいか、これやばいんで、もし落としたりなくしてしまったらすぐ対応してください。